はい、皆さんこんにちは、ワンダリビルビッシュです。では今回はパワープロ2018栄冠9の続きをプレイしていきましょう。まあ、何度かお話をしてきていたところではあるんですが、このパワープロ2018栄冠9はもう一度なんとか甲子園に出場するまでは、まあ、定期更新でプレイをしていこうというところだったんですが、ようやくですね、まあ、春の甲子園ではあるんですが、まあ、目処が立ったというところで、まあ、残りのね、定期更新の回数もそんなに多くはないかなとは思うんですが、引き続き皆さんの応援をよろしくお願いいたします。で、まあ、今回はその春の甲子園に向けて自力をつけていくっていうところになると思うんですけども、特にエース、天才エースの堀野、彼に、まあ、全てがかかっているチームといっても過言ではないので、まあ、しっかりね、その堀野のケアをしながら他の選手も底上げをしていきましょう。まあ、やっぱチームの底上げには一番いいのはアイドルが来て、まあ、アイドルからの練習効率かなりアップで大きな練習をやっていくっていうのが一番効率がいいかなと思うんですが、ちょっととりあえずね、当面の間見えているところではアイドルがいないんで、まあ無難に練習をこなしていきましょう。まあ、甲子園でまあせめてね、足跡を残したい、1勝2勝と挙げておきたいんですが、そのためにはやっぱり今のチーム力だとね、なんともというところなんで、ちょっとでも勝つ確率が高い、高めるための練習をしていきましょう。で、来週の月曜日には特訓マスが来てるんで、あの特訓マスは踏んでいきたいですね。お、電話が来て、春の甲子園大会出場決定。まあ、県大会を勝って関東大会を勝ったんで、甲子園出場は規定路線だったんですが、改めて今確定したというところですね。さあ、誰を練習するか。まあ、ここは熊野だろう。熊野は、まあ、流し打ちかな。ちょっとかなり微妙なことになってるぞ。4の練習ばっかりになっちゃったんで、融通が効かないことになっちゃったな。オリの制球が P まで来たが、どうする？オリのスタミナも B ぐらい欲しいよな。さあ1か、うー3か。いや、ここアイテムを使ってでも回避しよう。いや、5だとどんどん進んでっちゃうんで、もう本当にあっという間に甲子園に入っちゃいますね。
ああ、堀野に彼女ができたか。天才でエースで彼女もいる、最強だな。で、木曜日の特訓マスに突撃していきたいので、まあ、ここは総合練習を一回踏んで、そっから、あー、ちょっと待ってね、4ってなかったっけ、今。いやー、ちょっと最近このボンミス多いな。4あったー、助かったー。特殊があってよかったですね。まあ、ここは福住だろう。もう福住ももうすぐね、パワー、あとは、ミートがね、上がりきると、A まで上がるっていうところになりますからね。さあ、3月に突入だ。もうここで甲子園来ちゃいますからね。板垣はパワー、うん、肩が A か。まあ、十分ですね。で、熊野はここでパワーを上げていきましょう。長瀬はまだまだ肩かな。白石はミート。片桐はパー。まあ、この辺りはもうこのままでいいですかね。まあ、1年生はこれからっていうところだとは思うんですが。ちょっと赤が目立ってるのが微妙だよな。来週の土曜日から火曜日にかけて。プロは3人ですかね。西浦さんは看護師か。アイドルが良かったんだけどね。この辺りで仮設シャワーとか来てほしいんだけどな、一回。これで練習メニューをぐっちゃぐちゃにされるんで、ここで仮設が来てくれると
ありがたい。食事会が来てる。食事会もありがたいな。で、甲子園の1回戦の前に食事会を入れておきましょう。まあ、甲子園で確かまだ1回も勝っていないはずなんで、まずは甲子園で1勝したいですね。まあ、張り切るボーイはもちろん福住だな。んで、堀野の出来はまあまあですね。まずは、この初戦。景気よく勝ちたいけど、相手の戦力分析等を各野手、投手の、ちょっと能力を確認しておきましょうか。新世界学院。まずは戦力分析で、相手の高校、うわー、強いよな。意外性が一番突出してるし。ただ打線はそこまで怖い打線とは思えない打線だな。まず相手の投手、今村くん。今村って元ドラゴンズの今村かな。めちゃくちゃ強いってわけじゃなさそうですね。あとは吉田。これは元オリックスの吉田かな？吉見とかの方が強そうな気しますけど。まあただ吉見もまだまだ育ってはない感じだな。で、バッターの方はというと、盗塁 A、走塁 B、福本、レジェンド。水谷は走力があるな、ここ。みんな足がそれなりに速いですね。中田翔かな、これは。まあ、バランスは良さそうな感じがするけど。まあ、ただ勝てない相手ではないな。しっかり先制点を取れれば。これは、ダメですね。まあ、先に点を取られて、追っかける展開は辛いんで、点をどんどん取っていきたいところなんで、まあ、コンピューターが1点先制してくれたのは大きい。ちょっとミートを開きます。最後はスライダー。ただ逆転を許してますね。横田くんもね、打てなくはないんで、これは落ちないかな。落ちないね。背面キャッチで、8番の片桐。片桐はでも打率4割超えですね。これはちょっと期待したいな。一球待ちましょう。で、田代。ちょっと田代は全くノーケアだな。確認しましょう。ミートが D、走力が D。ちょっとどの田代かわかんないんだよな、転生プロって言われても。これは、ボテボテの当たりだな。まあ、1点差のまま食らいついていくっていうのが重要ですからね。さあ、ここはクリーンナップ。
ここで点を取りに行こう。今村ってそんなに打てないピッチャーではないと思うんだよね。よし、これは同点タイムリーになる。熊野は二塁まで行く。さすが熊野だな。バッティングに優れたキャッチャーで、ここは福住は一発を狙っていこう。逆転を狙おう。うわ、ボテボテの当たりだ。うん、一塁はアウトで、足川があとはシングルヒットでいい。シングルでいいよ。シングルヒットでいいので、なんとか繋いでくれ。なあ、ダメだね。ショートの正面の当たり、まあ、同点に追いついたんで、あとは勝ち越しを早めに上げておきたいな。どうする？ここ精密機械使っちゃう？ツーアウトランナー二塁一塁。板垣、正捕手。どうだ？当たりは良かった。当たりは良かっただけにちょっと残念ですね。ライトの正面。で、ワンアウトがランナー二塁ですね。ここは緩急重視。低め。この辺りを組み合わせながらきっちり抑えにかかりましょう。よし。ちょっとヒヤッとした当たりでしたけど、今度はこっちがファーストの正面でしたね。よし、スライダー。そして福住。福住は流し打ちだっけ、広角だっけ、持ってたんで、パワヒタ流し打ち対エース。流し打ちでいこう。外角のボールをしっかり運んでくれ。これはダメだね。レフト小湊が前に出て取ってます。で、露木に変わりましたというところで、足川今日は四球はあるものの出てないんだな。ヒットが打率も1割台になってる。ただここは帰ってこい。どうだ。よし。いやー、足川くんいいところでタイムリーだな。今日いいところ全然なかった足川にここでタイムリー。しかもここでランナーが2人、二塁と一塁ですね。横田にここで究極の思考を発動して、ここはただサードの正面か。この虎の子の1点をなんとか守っていきたいんで、ここは送りバントでランナーを進めよう。打ち上げた。大丈夫だな。うわ、いやー、一塁ランナー進めないか今のだと。ただ入るぞ、入るぞ。地方球場だったら入ってるかなってあたりだな。ここは堀野くんはスクイズ。で、今日タイムリーを放っている熊野、しかも3本打ってるの。そして4番福住。うわ、イージーなキャッチャーフライになっちゃったな。さあ、もう1点追加してくれて3点リードで堀野。ここは守備に気合を入れて確実にまずは先頭打者を打ち取った。これはいよいよ甲子園での初勝利が見えてきましたね。よし、じゃあ最後は
堀野からスイッチしましょう。甲子園の土を一人でも多く踏ませてやろう。で守備も変えていきます。いやー本当にようやく待ちに待った一勝ですね。これは追いつくね。よし、甲子園初勝利だ。これは嬉しいな。もうずーっとやってて甲子園ずーっと出れなくて、まあ最初の年にねいきなりラッキーで出れたんですけど、まあ初戦敗退、その後甲子園に出れない状態が続いたんですが、ここに来て甲子園初勝利。強豪校入りになったか。そうだろう、もはや強豪校入りしましたからね。ここは食事会もしておいて、でスケジュール見直しを使っちゃいましょう。おー食事会がもう一回いける。まあ、堀野にして自分でピッチャーやるとろくなことがないんで、ここは足川くんにしよう。5番足川、相手のピッチャーは片野、ちょっとわからない。島はおそらく広島の島だとは思うんですけど、この後もう一度相手チームの戦力分析と各投手野手の能力値特徴確認していきましょう。で、まあちょっと前々からたびたびお話してるとは思うんですけど、今僕の住んでるマンションがちょうど大規模修繕工事が始まってまして、ちょこちょこうるさいとは思うんですけど、その点だけねちょっとご容赦をいただきたいと思います。片野くんはフォークが6、堀口、津田、まあ、佐藤という3選手ですね。佐藤がちょっと転生プロになってますけど、どの佐藤かわからないな。で、沼田くんはアウトコースヒッターの満塁男。曽根、ちょっと曽根くんは危険かもしれないね。能力が万能で対エス。で片野は、まあ、ご覧のさっき見ていただいた野手ですね。村上はプルヒッター持ちか。じゃあこれ外角中心で攻めたいな。で島、これ転生 OB ですね。阿部飛、固め打ちに初球丸、土田、石塚、須田に八重樫、キャッチャー B か。まあ、ただ勝てない相手ではないですよね、やっぱり。
足利君はね、値千金の前回の試合では勝ち越しタイムリー放ってるからな。チームは1点リードしてくれてる。よし、足川、ここは2塁はちょっと無理かな。足川君の足だと。1点取ってくれてるけど、1点だともちろん心もとないんで、ここは2点3点と取りに行きましょう。ポテポテの当たりだ。で、片桐。片桐君は打率ここまで4割5分か。ミートを開きます。あそこが抜けてくれればタイムリーになるかなっていうところでしたね。4番の村上。村上は確かプルヒッター持ちだったんで外角中心で攻めよう。逆球だ。持ってかれた。これはどうどう。同点止まり、同点止まり。よし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 、 OK OK、 1点ならいい。で、島か。ここは敬遠しよう。阿部日持ちの島と勝負するぐらいだったら歩かせてしまった方がいい。よし、この采配は当たりましたね。1点でしのいだって言っていいと思うんで、しのいだ後は攻撃しっかり入れていきましょう。ゲッツーだ。おっと、ラッキーボーイが発動した。いやー、このラッキーボーイはでかいな。すかさずここはスクイズだ。よし、あー、アウトか。いい飛び出しましたね、ピッチャーが。これはショート正面。さあ板垣、1番からなんでここはつなぎたいけどゲッツになるぞ。今みたいなこうイージーな攻め方で打ち取られた後は怖いな。これはゲッツできるぞ。よし、ゲッツ返しで、やられた村上なんで、ここは外角で勝負しよう。やられた。また真ん中に入っちゃったね、ボールが。ここはもう、島から大抜きに変わってる。年齢出そう。ここは堀の粘りどころ。よし、ノーアウトランナー一塁に行って3番熊野。ここは甲子園の魔物を発動してどうしても当てたいんでミート対応でいこう。で、引っ張る。当ててくれ。よし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 、魔物だ。魔物が住んでいる。これは切れていきます。当てろ。よし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 、いいいいいい、
全然いいぞ。そう、最悪でも犠牲フライ。うわー、これは犠牲フライにもならないな。いやー、最強だなこれ。甲子園の魔物のおかげで完全に0点で終わってる場面でエラーだけで1点取りましたね。これがあるからね、魔物はいいよ本当に。これは魔物とは関係なく走者一掃のタイムリーですね。ここでも試合を決めよう。ちょっとこの甲子園が終わるまでね、長くなっちゃうかもしれませんが、プレーを続行しましょう。もう急に体が硬くなっちゃってるな、相手高校は。これはバトバトの当たりですね。さあ残りの回数はこの回だけになってるんで、ここしっかり抑えましょう。よし、そしたらまたここでホリノを下げて、ちょっと余裕が出てきてるんで投手を交代しましょう。やべ、で守備も例によって変えていきます。やめはピンチの場面で出すといいかもしれないですね。強心臓を持ってるんで。いや、甲子園で2勝目いけそうですね。よし、最後は150キロ。いやー、甲子園の魔物が住んでなかったらちょっとどうなってたかわからない展開でしたけど、魔物のおかげでベスト8進出。福住くんはパワーが A になりましたね。堀野もスタミナが一気に73まで上がった。いや、甲子園は本当に能力がガンガン上がってきますね。さあ、準々決勝。ここはどうする？白石くんかな。足川、白石。足川、白石。白石だな。いや、天才投手、堀野が本当によく粘ってくれてるな。スタミナが B まで上がってるんで、この後、本当だったらね、練習メニューの
変更ができるんだったら急速に変えていきたいところなんですが、お、1点リードでかつワンアウト満塁、ちょっと戦力分析しておきます。総合戦力は C で、肝心の投手野手データ見ていきましょう。東山天聖プロですよね。で、宮国、これも天聖プロ。宮国ってまだ巨人にいるのかな。で、あとは野手ですね。野手、須田くん、大城、ちょっとわからない選手ですけど天聖プロですね。流し打ち持ちです。大津は威圧感持ちか、危険だな。山川もちょっとわからない、天聖プロだな。ちょっと山川選手には申し訳ないんですけど、この辺になってくると能力的にはめちゃくちゃ怖いっていう選手はいないものの、全体的に危険性ははらんでるなっていう感じはしますね。うーん、これはゲッツーになるぞ。ちょっとしょうもない攻めだったな。あそこは追加点を挙げて一気にゲームの流れを引き寄せたいところだったんですけど、まあ、堀野とはいえ1点だとやっぱ怖いんで3点ぐらいは欲しいですよね。まあ、粘ったんでよしとしましょう。今の白石君の打席は、よし抜けた、これはタイムリーになる。二塁ラン、一塁ランナーは三塁までいけるね。タイムリーツーベース。で、一番に回ってくる。田代ナイスバッティングだな、今のは。で、一番の板垣ですね。ここはもう攻めの姿勢でいきましょう。ゲッツーはない場面なんで、よし。最低限の仕事、犠牲フライですね。まあ、犠牲ライナーって当たりでしたけど。で、堀野くんですね。まあ、ここは無難に気持ちよく打ってもらいましょう。うん。当たりは良かったんですけどね。おお、セーフだ。よし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 。そして3番熊野。ちょっと熊野がね、調子を落としてるんですけど、ここはチャンスの場面なんで抜けた、タイムリー。そして4番、福住。最後は高速シュート、キレ持ってますからね東浜は。変化球にはきっと東浜くんも自信があるはずなんで、できればね今みたいに直球を狙いたいですね。直球、狙い球何にするかっていう決めはなかったよね確か。ここはただボールを前にこぼしている分にはね、今みたいにすぐ拾って投げればアウトできますからね。さあ3番熊野、間違えた、盗塁なんかしたくなかった。8回裏の守備ですね。ワンアウトランナーが1塁。ここはもう急成長を使ってかつ伝令で盛り上げて守備を上げた上で、
低め中心。決め球のフォークだね。まあ、156キロ出るストレートに変化量5のフォークはなかなか打てないよな。よし、送りバント成功。んで、ホリーノのところで代打を送ろう。犠牲フライでいい。よし、犠牲フライになる。いやー、熊谷、本当に1打席1球で仕事をしてくれたな。これはレフト正面。いや本当にここまでの甲子園に出れない苦悩苦闘の時期、これを乗り越えて準決勝進出ですね。しかも完封リレー。これはただ一塁はセーフですね。いや、天才投手堀野の様々だな。これ甲子園制覇もちょっと見えてきちゃったかな。いや、ホリのスタミナ5上がってるし。まあ、ただここでただね、気を緩めずに行きましょう。気を緩めずに。ここは足川かな。まあ、片桐くんでもいいけど、パワー B。まあ、ここは足川だな。ショート足川。守備力高くない割にはね、結構守備頑張ってくれてますからね。足川くんの守備に何度も助けられてるんで。ここは無難に送りバントかな。いやー、三塁はアウトか。ちょっと二塁ランナーの出足が悪かったのかもしれないですね。ちょっとボールが浮いちゃった分。そうだ、戦力分析しなかったな。相手チーム総合力 B になってるね。ここまで来るとみんな
能力は高そうだな。まずは投手からですね、堀口。ただランチを持ちか、ここそんなに強い投手って感じはしないね。どっちかっていうと打撃で打ち勝つチームなのかな。だとするとなおのこと、本当に堀野が踏ん張ってもらわなきゃいけないかな。ただ打線もそんなやばいぞこいつみたいなやつはいないですね。ただそうは言ってもこのエースで4番の堀口を打ててないからね。これは抜けていく。二塁ランナーは帰ってこれるね。バッターランナーは二塁へ。よし、まずは1点先制。いや田代くんもね打てなくはないですからね。うん、惜しい。右へ左へと鋭い打球を打っていくけど、1番の板垣は流し打ちでシングルヒットでいい。ランナーを返そう。これはちょっと当たりが弱かったですね。バッター、バットの根元っていう当たりだったのかな。ただ甲子園に来てこうホームランをちょっと見てないな。さあ2点リードに変わってますが、ノーアウトランナーが2塁。才能開花。開花しよう才能を。天才の才能開花。いやー、150キロ超えるストレートに変化球が4球種、そのピッチャーからヒットを打つその高校生もまたすごいよな。よし、刺したー。いやー本当にね、板垣くん肩を A まで育てた甲斐がありましたね。だってこれもしたらればの話にはなっちゃいますけど、二塁ラン二盗を許してたら今ので同点タイムリーになってますからね。抜けていくか。ただランナーは帰ってこれないだろう。よし、さあピンチらしいピンチが続くな。ここは志賀くん相手に、よし、なんとかリードを守ったまま終盤8回9回へと入っていきましたね。ここもラッキーボーイ使っちゃおう。転がせば何かが起きる。よし、いやーラッキーボーイも悪くないな本当に。で白石くんね、今日ホームラン1本打ってる白石くん。最後はストレート142キロ。さて、3番、4番、5番と。ここは取れない。なんとか、なんとか、一塁止まりにさせよう。よし。で、エース4番の堀口。ここはゲッツーを狙っていくぞ。低め中心で。よし、ゲッツーだ。狙い通り。よし。
ここは最後は速球中心で仕留めてこい。よし、いやー激闘を制しましたね。これで決勝進出、すごいな。本当に甲子園の魔物と堀野くん頼みっていうチームになってますけど、いやー堀野は球速が158キロ、コントロールが73、スタミナが A に到達したと。バケモンみたいな投手になってきたな。しかも堀野は超ノリノリ。いやー晴れて甲子園の決勝に進もう。さあ堀野、ノリノリの堀野を擁するエアアジア高校。ちなみに、まあ、エアアジア高校って言った手前、ちょっとこの先の太平洋の話をしておくと、7月の末ですね、からタイとあと香港に旅行に行ってきますと。あと9月 の、 あのシルバーウィークのところも飛行機は抑えてありますというところで、7月末は香港航空を使うんですが、9月はねエアアジアを使っていきます。エアアジア航空の流れでエアアジアになっちゃいましたけど、エアアジアでタイに遊びに行く予定です。あ、全然見てなかった。入れ、これはランナーはどうかな。二塁に投げた時点で、どうだろう、ホームに帰ってこれたんじゃないかって気はするけど、米山くんは球速が153キロ、スプリットが変化量6ですね。で野手の方はというと望月、三原くんかな、弾頭が4ですね。板垣くんは阿部日持ちか、あんまり勝負したくないな。岡野は何、広角持ちにかくらん。で9番にいる彼が西野、チャンスメーカーハイボールヒッターね。西野と勝負するときは絶対に低めで勝負だな。抜けないね。先制点が欲しい場面でしたが、投手戦ですね。これは逃げていきます。これはどう、センター前で7番横田、ここは送りバント決めていきたいけどダメだよね。おお、ラッキーラッキー、よし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 。で片桐、どうだ、これは当たりはいいけど、追いつくな、追いつく。二塁ランナーは三塁へ。で、田代くんだね。タイムリーでいい。どうぞ、ダメだな。さあ、チャンスの後にピンチありということで。ワンアウトがランナー三塁一塁。
ちょっとここは本当に、スクイズも警戒しなきゃいけないからな。どうだ、切れてくれ切れてくれ切れてくれ、危なあ、危なかった今の、危なかった。ちょっと岡野って広角持ちだっけ、ちょっと確認しますね。広角持ちだね。いやー、ちょっと広角持ちか、どうする、臭いところで勝負する。よし、なんとか抑えましたね。さっきの本当に切れてなかったらやばかったな。で熊谷リサブロ、そして送りバントを決めよう。よし、高校野球らしい高校で勝とうじゃないか。これでいい、これでいいんだ。ここはしっかり守りましょう。石澤に変わってる、石澤に変わってるか。まあ石澤君も悪くないですからね、もちろん堀のほどではないとはいえ。いや、胴上げ投手が堀のにならない、まあ、こんな話をしてると負けそうな気がするんですが、胴上げとかそういう話を早くもし始めると。よし、ゲッツになるぞ。足が速かったですね。当たりは良かったんで、足の遅いバッターだったらゲッツーに仕留められたかなという、そんな当たりだったと思うんですが、抜けていくか。これでシングルヒットで2アウトなんで帰ってきちゃうかな。しかも池上は今日3安打だ。あー、やられた。逆転タイムリーは避けよう。大丈夫か、逆転タイムリーだ。やられた、やられたよ。石澤踏ん張ろう。よし、9回の奇跡。まずは足川、ここは魔物を発動。当てないと話にならないんでミートでいきましょう。フェアゾーンにボールをね、転がさないことには、魔物が発動しないんで。いい、粘ろう。うわぁ、これはさすがにイージーすぎるな。だよねー。しょうがない。しょうがない、しょうがない。ここも転がそう。ちょっと待ってね、ミートで積極にはしとこう。よし、抜けていく。よし、二塁に行こう。魔物の力で優勝に導いてくれ。元気を出そうよ横田君。よし、これで同点になる。まずは同点だね。いやー、最後の最後に足川の魔物が残っててよかったー。魔物がいなかったら終わってましたからね、試合が。いい、いい。同点でいい。本当はこの回で勝って決めたかったですけどね。魔物の力を借りて優勝するのはやめよう。最後の一手は。おお、ナイス。石澤くんが打球反応を見せましたね。足川、守備力高くないけどなぜか守備がいい足川。抜けていくか。これはツーベースになるね。
ちょっと今のあたりファースト抑えてくれっていうのはさすがに無理があるかな。よし、これはボテボテのあたりですね。さあここから激闘だな。田代、米山くんも球数がもう100球超えてますからね。そして強肩の板垣、ボテボテだな。で石澤くんだね。これはダメ。まずはこの10回の裏、ここをしっかり抑えて、11回の表はクリーンナップからの攻撃なんで、そこで試合を決めよう。もう低め中心。ちょっとだいぶ長くなってきてしまってるんですが、もう下手したらこれが最終回というところなんで、ちょっとお付き合いをいただきたい、いただきたいけど、これはツーベースになる、ツーベースになるね。いやー、さよならのピンチだな。分かってるよ、しかも4打数も4安打。ここは敬遠しよう。4打数4安打の池上と勝負するのはナンセンスだろ。4番の三原と勝負だ。よし、そしてこの回で決める、11回で決めよう。まずは熊戸、どうだ、入ってくれ、入れ入れ入れ、ツーベース、ツーベース、ツーベース、いいよいいよ。福住、福住はここは4番の意地を見せようじゃないか。ヒッティングでいこう。いいいい、結果進塁打ならいい。そして足川はスクイズだ。よし、さあこの1点を守りきるぞ。しかも入るんじゃないかこれは。あー、フェンス直撃だね。いやー、白石いいわ本当に。5打数4安打か。抜けていく。いや確かにこれもう1点入ると全然違いますよね。全然。しかも米山は是風長だな。あ、ただここはカーブで空振り三振。まずは先頭打者をしっかり空振り三振。よし、米山ストレートで空振り三振。全国制覇が見えてきたな。いや全国制覇だ。おお、どうしたどうした、落ち着こう。全国制覇前に浮き足立つのは分かる、ただ落ち着こう。だ、待ってくれ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 、危なー。いやー本当に
サヨナラの逆転スリーランをちょっと思い出すようなそんな当たりでしたけど、いやー、甲子園初制覇、全国制覇ですね。というわけでですね、まあちょっとここまでだいぶ長いシリーズになってしまったんですが、一応当初からお話してたようにこの春の甲子園大会で一応一旦区切りをつけたいなというふうに思います。まあ、ただ不定期配信という形にはするんですけども、夏の甲子園大会目指すっていうね、ところはできたらプレイヤーをお届けできたらいいかなというふうに思いますんで、ぜひぜひもしね、いやいやそんなこと言わずにすぐに栄冠ナインの夏の甲子園、堀野の甲子園見たいという声があればすぐにでもやっていきたいなと思いますんで、まあその場合にはね、ツイッターかもしくは動画のコメント欄までご意見をお寄せいただければなと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。